アルミニウス立像アルミニウスは、低政ローマ初期のゲルマン系ケルス貴族の族長である。トイートブルクモリの戦いやゲルマニクスとの戦いにおいて、ゲルマン諸部族のリーダーとして戦い、ローマによるゲルマニア征服を阻止した。アルミニウスによるこれらの働きは、古代ゲルマン部族、ローマ帝国の歴史にとどまらず、後世ヨーロッパにも大きな影響を与えた。アルミニウスは、 紀元前16年にネロクラウディウスドルススラによるゲルマニア遠征時のケルス貴族長であったセギメルスの息子として生まれた。紀元4年のテベリウスのパンノニア遠征によってケルス貴族はローマに屈したためアルミニウスはローマ軍の下で兵役経験を重ねることとなったがゲルマニアへと戻るまでにローマ軍の指揮官クラスでないと与えられないローマ市民権を得た上 エックイテスへの異例の昇格を果たした。なお、これらの昇進は皇帝による承認が必要であり、この事実はアルミニウスの優秀さを裏付ける一つの詳細と言える。紀元7年にアルミニウスはケルス貴族の本拠があったゲルマニア北部へ戻った。ダイドルススやテベリウスらのゲルマニア遠征でローマ占領下となったライン川東部はローマの支配体制が形成されつつあり、アウグストゥスが ゲルマニア総督として任命したプブリウス・クインクティリウス、ウアルスが担当として駐屯していた。ウアルスはアルミニウスに一定の信頼を置いていたとされるが、アルミニウスはゲルマニアがローマの属州となるのを阻止するため、ゲルマンの部族への工作を始めた。トイトブルクモリの戦いで奮戦するアルミニウス、トイトブルクモリの戦いも参照期限9年、アルミニウスが率いるゲルマン部族、 カッティ族、カウキー族、ブルクテリー族及び、シカンブリ族と連合軍は、森林地帯に入ったローマ軍を3日間に及ぶ、戦いの末に全滅させ、総司令官ウアルスを廃止させた。この知らせを聞いた当時71歳のローマ皇帝、アウグスティスは、ウアルスよ、我が軍団を返してくれ。と悲痛な叫びを発したとされる。この戦いは、戦闘が行われた。 トイトブルクモリ近郊の名を取って、トイトブルクモリの戦いと称されている。なお、タキトゥスによると、後に、ゲルマニアへ侵攻したゲルマニクスユリウスカエサルは、ゲルマニアを転戦中の期限15年に、トイトブルクモリの戦場を訪問して、すでに白骨化しつつあったローマ軍兵士の遺体を、埋め入れいつかを立てたとされる。海戦まで、編集、アルミニウスは、必ずや起こるであろう。 ローマ帝国からの反抗に備えるために、ゲルマン部族のより永続的な同盟関係の構築を試みた。最も有力なゲルマン民族でありながら、中立を保ったマルコマン二族の族長、マルボデュースに対して、アルミニウスはウアルスの首を送り、同盟入りを迫ったが、マルボデュースはウアルスの首をローマに送った。マルコマンに以外では、北海沿岸の因外オーネース族が、 ローマ人についたものの、トイトブルク森でのローマ軍大敗の後、他のゲルマンの部族は、ローマへの敵対姿勢を取ったことから、アルミニウスは、現在のドイツ中西部と、ネーデルランド東部に住んでいた、ゲルマン部族からなる、同盟の結成に成功した。ティベリウスがゲルマニアに赴任していた11年から13年までは、ローマ軍による動きは、ライン側の支流である、ルール側、ラーン側及びエムス側に沿った、 G 行動とライン下半島に設置していた、いくつかの防衛拠点の拡充をする程度であった。第1次の戦役、編集期限14年9月、ティベリウスが皇帝となり、ティベリウスの老いにあたるゲルマニクスが、ゲルマニア担当となった。翌15年春、ゲルマニアでの反乱鎮圧のために、ゲルマニクスが、ルール側とラーン側の2方面からゲルマニアへと進行し、この時にアルミニウスの妻、 トゥースネルダが、ローマの捕虜となった。さらに、ローマ軍は、エムス川に沿って、ゲルマニアを投進したが、それに対してアルミニウスは、ゲルマン部族へ、感情に訴えかける戦略を取り、兄弟、ゲルマン軍は、ローマ軍をアナに誘い込んだ上、包囲戦をもって、騎兵と補助部隊からなる、ローマ軍を撃破した。ゲルマニックスは、ゲルマニア再征服に備えたインフラストラクチャーの整備を目的として、 主要なローマ街道を復旧するために、軍の半分を南に送り、自身はエムス川に沿って北上した。アルミニウスは、修理されたローマ街道を破壊した上で、湿地帯をローマ軍が通った際に包囲する作戦を練ったものの、ゲルマン軍の夜間会合で、アルミニウスのおじにもあたるイングイオメルスが、ローマ宿営地への攻撃を提言した。主戦論をかねてより主張していた。 一般兵士の体制もそれを指示したことから、ローマ軍への襲撃を実行したものの失敗に終わり、ゲルマン軍は大損害を被った。なお、これら一連の戦争から生き残ったローマ軍は、一旦ローマ領へと撤収した。第二次の戦役、編集16年、ローマ軍が再びゲルマニアへ侵入した。最初は、ベーザー川近郊で行われたベーザー川の戦いであり、 ローマ軍と共に戦っていたアルミニウスの弟、フラウスがローマ帝国とは僕するようにライン川を挟んでゲルマニア側にいるアルミニウスに対して叫んだの対して一方のアルミニウスはフラウスにゲルマニアへ戻ってくるよう叫び返した。またフラウスはアルミニウスの妻と息子は無事であることも伝えた。当然、双方共に応じなかったためローマ軍は大きな損害を出しながらも ライン側のとかに成功した。二度目は、ベーザー側の先にあるイデスタウィソで起こった。両軍ともに多数の死傷者を出したとされ、ゲルマン側はアルミニウス自体が負傷し、ローマ軍の目を避けるために血液を彼の顔に塗りつける、ことで戦場を逃れた。また、ローマ軍も血の利がなく、また戦いの結果として、戦略的な優位性を失ったことから、ケルス貴族の本拠地をつく作戦は、 放棄せざるを得なかった。最後となる三度目の戦いは、ベイザー側の下流のシュタインフルダー湖の北側で起こった。ここでも両軍は多大な損害を出したが、ローマ軍の損害は特に大きく、ゲルマニックスは今まで占領したゲルマニアの領土を全て放棄して、エムス川に沿って撤退を始めた。アルミニウスは撤退に移ったローマ軍を攻撃したものの、 トイトブルク森で奪った3機の銀河芝田のうち2本をローマ側に奪取された。ゲルマニクスは翌17年もゲルマニア遠征を行うようテベリウス帝へ訴えたが損害が大きく利が少ないことを理由に退けられた。以降、ゲルマニクスがゲルマニアや死を踏み入れる機会は訪れず、アルミニウスはローマ軍の侵攻を撃退した格好となった。なお、ゲルマニクスは シリア族州の総督に任じられたが、不妊前の17年5月にゲルマニクスは、ローマで外戦式を挙行し、紀元15年に捕虜となったトゥースネルダは、捕虜の一人として外戦式で支柱を引き回された。その後のトゥースネルダに関する記録はないが、彼女が祖国を二度と見ることはなかったとされる。また、トゥースネルダには息子、トゥーメリクスがいたが、タキトスによると、ラベンナで士として、 ローマ人によって育てられ、後に検討試合で死亡したとされる。その後、マルコマン二族のマルボデュースとアルミニウスの間で戦いが勃発し、マルボデュースの敗北に終わった。アルミニウスは、マルコマン二族の本拠がある、ボヘミア地方へと攻め込んだものの、天然の要害でもあるボヘミア攻略はならず、戦争は、硬着状態に陥った。アルミニウスは、 親ローマ派部族やアルミニウスの兄弟さを危惧した、ゲルマン部族とも争い、その戦いの中で負った傷が悪化して、紀元21年に37歳で死亡した。ローマ帝国が毒殺したとの噂も流れたが、テベリウスは、そのような不名誉な方法は使わないと否定した。ありがとうございます。